リバダビアは、スペインガリシア州、オーレンセ県のムニシピオ。コマルカド・リベーロに属する。ガリシア統計局によれば、2012年の人口は5319人。住民骨肖は、男女同系でリボドビエンス。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は96.46%。市街地は、アビア川がミーニョ川に合流する地点からミーニョ。 カワウガンに広がる。オーレンセと b ゴには、国道120号線と高速道路、リアス・バイシャス線でつながっている。県と、オーレンセへは 25km、また、リバダビアは1954年までの間、何世紀にもわたって、オーレンセではなく、トゥイッシュ教区に属し、そのため経済的、文化的につながりの深い b ゴへは 80km の距離にある。 コマルカド・リベーロ管轄の地方裁判所所在地でもある。ガリシアゴア社は全住民の96.46%、リバダビアはオーレンセ県の西部に位置し、コマルカド・リベーロに属する。北はカルバジェーダでアビア、ベアーデ、センジェと、東はカストレーロデミーニョ、アールノイアと、南はクレセンテ、西はメロンの各自治体と隣接する。自治体中心地区は、 リバダビア教区のリバダビア地区。コマルカド・リベーロは、ミーニョ川、アビア川、アルノイア川、バルバンティーニョ川が合流する地点のファロ山地とスイード山地に位置する。一連の谷とその周囲を取り囲む312平方キロメートルの広さにわたる高地、そこには3.000ヘクタールのブドウ畑が広がっているタイによって特徴づけられる。 周囲を山地に囲まれているため、大西洋からの影響を受けにくく、リバダビアから、カストレーロ・デム・イニョセンジェ、ベアーデ、レーロ、カルバジェーダへと続く、日当たりの良い斜面の土地のほぼ全域にわたって広がる、ブドウ畑がこの地の風景の特徴となっている。充実した水路網によって、水が行き渡っているため、乾燥した暑い気候にもかかわらず、夏季においても、 この近辺の土地は、ブドウの生育に適した十分な湿度を保っている。リバダビアは、リバダビア四方管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。住民は八の教区の十六の地区に居住する。町は、ローマ時代に建設されたアボブリカに起源を持ち、中世には、立派、アビエとして知られ、1064年から1071年に、かけては、 ガリシア王国の首都となり、この時期最も繁栄した。自治体首長は、ガリシア社会党のマルコス・ブランコ・ホルヘ。自治体評議員は、ガリシア社会党。六、ガリシア国民党。五、ガリシア民族主義ブロック。二となっている。リバダビアは八の教区に分けられる。ふとじは、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。